はい、こんにちは。ブルーホースだよ。歩いてやっていきましょう。渡辺陽一でもこんなトーンで喋らない気がするけどね。ねえ、クリスどこにいるって。せめてアポイント取ってから聞きなさい、クリス。あ、妹そっか、この当時のためにメールとか LINE とかもないんだろうなということを考えたら、普通に、なんだろう、うん、ね、でもなんかこうやっぱ家族がどこにいるかとかっていう、そういうなんか連絡とか取らずに行くっていうのは結構白状もんじゃねって思うんだけどね。相変わらずのおっぱい、おっぱい感すごいよね。あれ抜いたってね、おっぱいしかないもんね。ゲームキャラに発情するってどういうあれなんだろうな。ええ、発情はしてないです、発情はしてないです。うん。決してそんなことはない。でもやっぱり、男のマロンがね、そこに詰まっている、ね。どっちかというと、ピーチとかメロンっぽいっていうのね。さてさて、最高、よくあのところにね、19歳女性行くってなってる、ね。あ、そっか、でも両親がいなくて、で、兄弟2人。で、まあ、サバイバル術を仕込まれて、だからナイフの扱いにも避けてとか、なんかそんな設定だったっけ、なんかそんな気がするね。っていうことを考えたら、まあ、こんな血みどろのところくらいは、大したことねえわ。で、前回のね、ちょっと反省としては、せめて、ここの、あの、初ゾンビ遭遇、初じゃないか。まあまあ、ゾンビ遭遇して、で、戻ってきましたくらいは、やっててもよかったかもしれないかなっていう、ちょっとした反省点はありますね。そのくらいはやっててよかったのかもしれない。しまったと思って。ちょっとあまりにもね、あの、11分、12分弱の動画は短すぎるなと思ったんで、すげえ重厚があるね。それ気づかなかった。っていう反省はあったんで、ね、ここからね、これなんかさ、戻ってきた時にさ、アイテム取り忘れてさ、あ、ここにあったあったって、ゾンビがわーって出てくるびっくりポイントとかあったら面白いんだけどね。まあそうはいかん。ひどすぎ。そこに寝てるゾンビが起き上がってくる。なんかそんな気がするけど。さあ、じゃあ、戻ってきて。これのね、一番のね、あの、なんだろう。過ち中は、ここでエリオットをひっくり返してたんだけど、そのままグッと引っ張ればね、レオン編の時に同じ話してた。違う話題が出てこない。私はやっぱ同じシーンを見ると同じことが繰り返したくなって、まあまあ下半身がついてるだけマシだと思ったらいいと思いますけど、ズボンボロボロだけどね。ごめんなさい。あれだね、ズボンボロボロだけど、あの下半身は平気だもんね。いや、下半身ね、上半身綺麗だもんね。下半身あんだけズタズタにされたのに立ち上がれるんだったら、初めからなくならずに頑張りなさいよって思われてる。さあ、ゾンビガチャだよ。そしてなんかあの、あなた、レオン編の方のクリアをどうしたらいいのかっていうのを一応ね、チェックはしたんですよ。一応チェックはしたら、なんかね、棚の方に沿いながら歩いていったら、あの、かわせるよ、後ろの方からっていうことで、棚、あ、ちょっと待って、喉歩いた。皆さん、歴史は繰り返される。やっちまった。くっす。おっぱい見て癒されよ。プルンプルンしてたよ。あ、お尻もいいね。おっきめだね。しかもね、スパッツなんか履かないでね、ショートパンツだけね、下の方がいいんだけど。多分ここサムネにします。あの、めっちゃ見れるポイントだと思うんですけど、それをたぶん、ね、すぐに助ければいいものを、ちょっとね、あの、ブラナーもね、おぉ、揺れてる揺れてるって思いながら。安全だ。そろそろ堪能者し引っ張って助けてあげるか。俺こそがヒーロー。ありがとう。下水ことしか考えがつかない。よく生き延びたな。よく生き延びたな。自分の身は守れる。だってブラナーだ。ブラナーマービンだ。まあ、クリスのことはね、知ってるもんね。ねえ、何があったの？ここら辺のさ、組織体系とか、一つ確かな、給与体系とかどうなってるのか、やっぱりスターズの方が、この一般の、まあ、警護法とかよりもいいものになるのかな。それは持っとけ。念のためだ。すぐ出ていく。その代わりにね、あんな風にこう出張でアークレ山脈行ってね、本当に妹か。洋館事件なんて呼ばれるようなことに巻き込まれるくらいだから、スターズも。
やっぱそう辛いんだろうけど、でも給料もね、数週間前にアメリカの警察官とかってなんか給与体系とかどうなってんだろうな。だって日本って高卒とかでもなれるんだっけ、なんか警察学校行ってとかで、まあ、大学の方向で警察官になるってね、あの超巨乳のあのダイバーサイクル、ね、スカイダイビングじゃないやないって病院に行かないダイビング、俺のことはいい、海に潜るやつ、うん、のダメよ、放っておくわけにはいかない、聞くんだクレア、なんか自分の身を守れ、やりさーって言うだけど、やりさーって女の子からきっとなんかいだろ、そのやりさーで乱れてんのかなとかって思ったりしたけどね、うん、これを渡しておく、何の話してんの、これ多分嫁に聞かれたら誰よその子ってなんかフルボッコにされそうな気がする。用心しろ。これ以上ちょっと喋るの控えとく。もし奴らを見つけたら聞かないで見ないで。相手が誰だろうと決してためらうな。画面の中でさ、殺すか逃げるか。ゾンビを見つけたら殺すんやでっていう話をしてくれてるさ、真剣で真面目でさ、まっすぐな男がいる中でさ、ヤリサーだとかさ、恐竜だとかって何の話だよってね。一瞬固まった？気のせい。大丈夫？よし、じゃあナイフも手に入れましたので、あ、ちょっと待って、ちょ目の前で捨てるという不届きも行為をやっちゃダメでしょうよ。 OK、 はい、オープン。じゃあこれ開いてる間にいらないアイテムを置いていって、ナイフいるかな、組み付かれてしまったっていうのがあるからね。あそこ最初のね、なんかあの作戦司令室かなんかだったっけ、ただの作戦室だっけ、なんか入るときところでね、必要になってくるからね。よし、じゃあ行っていきましょう。でここら辺のあの黒い丘を見るっていうのはもう事前にやってるんで、省略します。一応落としとかないとね、この2回2周3周来るから、その時にね、いろいろやったらめんどくさいことになりますね。ゾンビがバシャッと来るから。で、まあ、大体のね、ルート、まあ、若干異なるところはあるけど、これはいらない。はい、OK です。じゃあ戻りましょう。で、後ろの弾で、ここは何回か回ってくるので、もうエナジードリンク飲みたすぎて仕方ないおじさんは始末しておきます。ふぅー、黙り黙じゃなくてドリンクが欲しいんだよーって。でかわいいよね、なんかね。はい、ごちそうさまでございます。ごちそうさまって言うんだな。よし、OK、生きてる。はい、OK、じゃあ続きまして、こういうね、序盤出てくるあらさまのやつはね、あ、ちょっと首背中打ったでしょ。 OK、 でもこれはまだね、生きてるんで、一回なんかさ、あの生命つきましたみたいなふりするやつ、本当にやめてほしいよね。あ、お尻がプリプリしてる。 OK、 あー、クリなんかクリティカルヒートの人いるじゃん。なんかあれ最初なんかインフルエンサー、元ネタがあるけどインフルエンサーかなんかがそれをやってバズって、そしたら元ネタの人たちがそれをなんか TikTok かだか YouTube のショートムービーだからやってたら、あのね、あれファインになってる、デンジャーな高所になってない、なんかあのパクったみたいな、いや元ネタは僕らなんですみたいなのを、何だったかな、なんかの番組見たことがあるんだけどね、まあ、そういうのってあるよね、元ネタがどっちだみたいなのかね。アイテムの足りるかな、あ、そっか、あれやればいいか、あれ開けない、これ見てからね、はい、ここに来なくて正解だと信じて、誰のこと、違う、あれちょっと待って、やったばっかりなの忘れてる、あ、ごめんなさい、M だ、こっちが、OK、こっちはあったね、よし、じゃあ、
これでガチャンって一気に入れるんですよね。これそのものに玉を込めておくっていう動作も必要になってくんじゃないのって思うけど、あー残念、レオン編の時はあの一発でいけたんだけどね、起きちゃった。この警察の制服の違いって何なんだろう。あーちょっと待って、生きてる、あれスピード、あ、そうか、まだあれか、しまった、あれなんなんかめっちゃ弾込めるの遅いって思ったけど、そりゃそうだ、何なのよ。あーちょ、また生きてんの。はい、あーそこで、そこでおねんねするのね、生きてる、オッケー。そう、表編じゃね、レオン編やってた時にあれやるの忘れてたからね、これやっとかないといけなかったんで。そしたら、あ、やっぱり、早い早い、全然違うわ、一発一発弾込めるの全然違うね。9、15、7だったかな、あって、よし、よし、じゃああともうちょっとアイテムを回収して、まあちょっと何のあれだね、見どころもない、あの淡々と進めていく探索編みたいな感じだったけど、ここのピロン別に取らなくてもいいのか。これはいるな、ハンドガンはね。さあ、ここどこまであれだね、前回ちょっと弾がね余りすぎたっていうのもあるんでね、もうちょっとこう豪快に使っていくことを意識しなきゃいけないんだろうけど、どうなんだろうな。じゃあここの回収も終わったから次進んでみましょう。ね、あいつはね、窓ドンしてるから、とりあえずアイテム拾って、2周目くらいやった時にここあれなのかな、解放してくんのかな。よし。じゃあ、ちょっと先にね、あの次のパート。お、あれ、ちょっと次のパートに進みやすくしておくためにも、あのお掃除はねしておかないといけない。ああ、ああいうね倒れ方をしてくれるとね気持ちいい上に、おお、ちょっと待って、あ、びっくりした、いたんか、あれレオン編の時さ、あいつ階段から落ちなかった、あんたなんか、おー、ちょっともう聞いてないよ、びっくりしたわ。結局思った、あ、もうレオンの時はあの警察女子、おう元気、生きがいいね、そんなあなたにプレゼント鉛玉。レオン編の時はなんかさ、あの女警官にナイフぶち込んじゃったりとかしたから、いやー、やっちまった、くっそもったいね。ここでね、キャップで手に入るアイテムとさ、なんだろうな、普通に手に入るアイテムと一緒っていうのがね。さてと、どうしようかな。これをちょっとクリアして、あ、おはめはめする。まあ、自分の力、あ、ちゃちゃ。これね、喋りながらやってるので、時々ね、どういう順番で進めてたかなっていうのがね、若干ね、おあっ、すっげえ、くっすっげえ、あれ、そう、これね、一回、本当に一回、ドツボにはまると、本当にね、あの、どこをどう操作していいのかっていうのがね、もう、あのね、皆目見当つかなくなっちゃうっていうのがある、ね。皆さん、あるあるですよ。わかる、ね、わかる。やばい。ちょっと、ほい。違う、こっち。で、ほい。よしよしよし。まだ、あの、ドツボにはまらずに済んだ方だと思う。多分、あの、見ながら、いやいや、そっちのボタンじゃねえよ、こっちだよ、ってね。いや、ツッコミありがとうございます、本当に。気持ちだけでもありがたいです。受け取ってきます。アイテム欄がいっぱいなので、あ、そっか、でも、組み合わせで、あ、絞って。ここだけ言っといて、でここが
たね。はい、これ今取っちゃうとここの鍵が拾えなくなるんで、じゃあ鍵拾ったんで、まあほんまね、あのまままっすぐ進んでいって、図書室からマービン・ブランナーがあのエッチーなね、あの視線を集めてっていうところになるんですけど、まあここは一旦ちょっとギリギリっていうか、まあね、15分も過ぎたところにはなるんで、一旦ね、ここ終了とさせていただきたいと思います。ただポータブルキーだけ手に入ったんで、ハメハメ作業だけをやっときましょう。ほい、ハメ短いけど太くて硬い、よし、い、あ、そんなにいらなかった、こっちの方が欲しいね、よし。じゃあ2系はね、もうほんとこれくらいしか手に入らないからね。あ、そっか、普通にガンパウダー手に入るわ。あの今焼夷弾でアイテム欄が埋まると思っちゃった。オッケーオッケー、よっしゃ。じゃあクレア編はあれだね、強化火薬と普通のガンパウダー組み合わせて硫酸弾にしていく方がいいね。弾数はね、マシンガンの方が多いけど、やっぱ一発一発軽いから、うん、そっちの方がなんかいいんじゃないかと思うけどな。これはそう、オッケー、よし。じゃあまあちょっとアイテム整理だけさせてもらってね、本パートはね、終了を目指していきたいと思います。目指していくってなんだ、うん、終了とね、させていただきたいなというふうに思います。次回はおそらく、彼氏と会うことができるんじゃないかなと思いますんで、こうご期待というところになります。じゃあここちょっとアイテムだけ拾って、OK かな。あ、これちょっとまたしまっとこうか。はい、ということでね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンで応援していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。バイバイ。